はいどうも、リュウジです。今回紹介するデッキは、モダンの4色独創力です。このデッキは、モダンホライゾン2の強力クリーチャーである残虐な失勢感を、普通の独創力で場に出すコンボデッキです。勝ち筋が残虐な失勢感のみという、とても潔いデッキなんですけど、それだけにこの残虐な失勢感を速攻で出すことに特化していて、様々な角度から、普通の独創力をプレイすることができるデッキです。海外のプロプレイヤーであるガブレーナッシュ選手が使用して話題になって、先日のモダンチャレンジでも優勝した現在大注目のデッキなんですけれども、ここからは実際のプレイ動画を見ていきましょう。はい、それではゲームの方を見ていきましょう。こっちの後手ですね、ハンド的にはまあ探検2枚あって、どっちも伸ばしやすいので、まあ、キープします。相手は、血の墓所から、ラガバン。このラガバン現状、まあ止める手段がないので、まあ、スルーしますが、まあ探検途中伸ばしてね、ドワーフを、まあ、チャンプブロック、チャンプではない、相打ち音にして、ね、止めていきたいなというところなんですけども、まず1回目受けましょう。現状グリックスラガバンかな、グリスクスチノカケかなと思ったんですけど、動線の地高から、3まで出てくるのが、大爆発の魔導士なんです、ね、先を壊されると。大爆発の魔導士自体は、あの夏の賭場が出てきてから、かなり見る数が減ってきたカードなんですけれども、まあ、ここで突き刺さりましたね。はい。もう仕方ないので、2発目。まあ、もうあと2回ぐらいは受けないといけないかなという感じですね。現状、まあ、そっちはのマナー伸ばされてますが、まあ、あの2点クロックなので、まあ、この状態であればまだ大丈夫ではあるんですけど、まあ、出てくるのは3マナから、はい、歴戦の愚連術師、まあ、これでね、クロック一気に速くなったので、まあ、こっちの猶予もね、かなり、ない状態になってきましたね。本当に早く、独創力を見つけてコンボを決めないとというところですね。はい。で、ここで引いてきたのがレント6番。現状ですね、まあ選択肢いろいろあって、探検を打つかレント6番プラスレント6番マイナスでラガバンを除去っていう、まあ、いろんな選択肢があるんですけど、ここはもう完全に僕はもう上振れを狙いました、ね。安全に行くならもうおそらくレント6番マイナスでライフ守りつつ、まあ、ラガバン相手のクロックを減らすっていうだったんですけど、まあ一番上振れ狙いで、途中引いてきたので、まあ、なんとかまだゲームは続いてるなという感じですね。ここで、まあ、途中引けないともうゲーム多分終わってたので、一番安全に行くのはレント6番出しの方が良かったですね。はい、はい、でここで向こうにもレント6番が出てくることになりますね。だいぶ厳しいですね、はい、向こうもプラスから、まあ、土地を置いて出てくるのがタルモゴイフ、これでほぼ猶予がなくなってしまいましたね。さらに出てくるのがクロクサ、まあ、ここはもう、いらない呪文貫きを捨ててしまいましょう。あと6。ここまでライフが削られると、実は地味にレント6番、マイナス能力も効いてくるので、ギリギリね、ライフを残しつつ、なんとかもう一旦つなぎたいなというところですね。一応、土地を引いてきたので、まあ、ドワーフ2体出せて、ライフが持つなという。ここで、プリズマルの命令を絡めながら、なんとか引いていきたいなというところですね。マイナスで手で受けられますけど、当初からもう一体ドワーフ、今度も
プリズマの命令でラガバンを除去して手札を回して、毒走力を探しに行きましょう。はい、ここでもまだ引かず。引かずですね。まだライフは一応残っているので、まだギリギリ生きてはいる状態ですね。グリス。これで、1体だとダメになったんですよ。あ、ただ、ここでね、引いてきたので、ギリギリ間に合いましたね。ドワーフが出てきて、まさにここでね、差が出てくるので、03をブロッカーにしつつ、独走力、X2 で、残虐の失勢感が2体着地と。まあ、この残虐の失勢感、本当に、モダンでも屈指のパワーカードではあるので、本当に盤面の取り戻し方が半端ないですね。2枚目の独走力も手に入りました。で、相手の手札も削ってゼロになったので、まあ、ここから、何を引かれるかっていうところなんですけど、まあ、1体グリストル除去されてしまうので、もう一枚ね、除去、終始とか、まあ、リリアナは大丈夫ですね。終始とかを引かれると、まぁ、ちょっと、嫌だなっていう感じですが、ちょっと考えてますね。まあ、一応、その、2体除去されても、その、テフの独走力と、あの、フェッチランドから、まあ、2体、もう一回出すことができるので、まあ、かなり、もう、優位には立っていますね。はい。まあ、一体はとりあえず、グリスのマイナス能力で除去。もう一回ですね。もう一体がどうなるかですが、はい、3マナでグリスとおかわり。これで、これだと、まあ、タルモゴイフを、まあ、ホストにして、まあ、除去なんですけど、残したのがカニのおかげで、一応ね、レント6番のマイナス能力でも除去されなくなったので、まあ、再び、ドワーフを出して、本当にね、デッキのすべてのリソースを使いながら、残虐の失勢が2体出てきましたね。この失勢感強いところは、クリーチャーがいないと、プレンズウォーカーの方もいけいるので、本当に相手の盤面がサーチになって、まあ、リソースが今クロックさしかない状況なので、まあ、おそらく次で勝てるだろうというところですね。本当にライフ1からね、まあ、コンボさえ決まれば、まあ、かなり盤面、まあ、ライフを、まあ、かなり取り戻せるっていうのがね、大きいですね。独走力のコスト自体は、まあ、そんなに、まあ、4マナから打てるので、まあ、重くもないし。この一発逆転が、やっぱりコンボデッキの魅力じゃないかな、思います。いかがだったでしょうか？ライフ1からでも盤面をひっくり返せる残虐の失勢感のカードパワーが光ったゲームでしたね。個人的にはドワーフの鉱山の使い方がとても重要になってくるデッキかなと思います。サイドボードもコンボを通すことに特化しているので、コンボが好き、強力なカードを使いたいという方におすすめのデッキになっています。この動画が参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。